今朝、千歳市内の住宅街近くで熊が目撃されました。警察などが注意を呼びかけています。今日午前6時半ごろ、千歳市文京2丁目付近で自転車に乗っていた男性が1頭の熊を目撃し、警察に通報しました。熊は体長 1.7 メートルほどで、30メートル先の歩道上にいたということです。警察などが付近を捜索し、これまでに熊の痕跡は見つかっていませんが、近くには住宅街や学校などがあることから、警察などが注意を呼びかけています。また、旭川市東旭川町東桜丘の農場では、今朝、畑のトウモロコシ40本、スイカ25個が食べられているのが見つかりました。付近には直径13センチほどの熊の足跡が点在していました。近くの農場でも熊の被害が出ていて、警察が注意を呼びかけています。